クラウド Q IDE はオンライン IDE であり、バージョン2.0からバージョン3.0までのオープンソースとして公開されている。C、C、PHP、Ruby、Parl、Python、Node.js を伴う JavaScript、Go などの複数のプログラミング言語をサポートしている。ほとんどが JavaScript により記述され、バックエンドで Node.js を使用する。 エディターコンポーネントはエースを使用する。クラウド Q は2016年7月に Amazon に買収され AmazonWeb サービスの一部になった。新規ユーザーは AWS アカウントを介してのみ、クラウド Q サービスを使用できる。2018年3月以降もクラウド Q の元のウェブサイト上の既存のアカウントは使用できたが、新規アカウントは作成できなくなった。 2019年4月2日に、クラウド Q は、ユーザーが2019年6月30日以降、CQIO では、ワークスペースを新たに作成したり、古いワークスペースを使用したりすることはできなくなると発表した。古いバージョンの機能には、スニペットと識別紙の自動コード保管、カッコとブラケットの一致、デバッカー、行番号とエラー、または、 警告が表示されるガターが含まれていた。クラウド QIDE は C、C、C、Java、JavaScript、Python、Ruby などの様々な言語の公文の強調表示も提供した。特に JavaScript については、リアルタイムの言語分析、コードの再フォーマットおよびリファクタリング機能を提供した。また、拡張性とカスタマイズ性があり、ユーザーがテーマ、プラグイン、 キー割り当てを変更して、好みの設定を行えるようにした。オンライン IDE として、複数のカーソルを提供することで複数のユーザーからの同時編集を可能にし、プライベートプロジェクトとパブリックプロジェクトの作成をサポートした。ユーザーはファイルをプロジェクトにドラッグドロップし、タブを使用して複数のファイルを管理することもできるようになった。プロジェクトは GitHub や ビットバキットなどのコラボレーションプラットフォームだけでなく、マーキュリアルおよびビットリポジトリとの統合も可能になった。その他の機能、2010年に設立され、サンフランシスコとアムステルダムを拠点とするクラウド Q IDE は非公開企業だった。クラウド Q IDE は、アクセルパートナーズおよび製品開発ソフトウェア会社、アッテラシャンソフトウェアからシリーズ A で550万ドルの 資金を調達した。2016年7月14日、クラウド9は Amazon.com に買収されたことを発表した。クラウド9はビガルボーンブラックシングルボードコンピューター用のネイティブ IDE であり、主にボンソクリプットと呼ばれるノード JS の拡張でプログラムされている。ありがとうございます。